キングスーパーライブは2015年からキングレコード主催で開催されているアニメソングのライブイベント。数多くのアニメ作品の制作に携わり、多くのアニメソング歌手や声優が所属するキングレコードが初めて主催した大型アニソンフェス。過去にスター・チャイルドレーベルのアニメ作品によるイベントストア・チャイルド・フェスティバルを行ったことはあったが、スター・チャイルド所属アーティストのみならず、 もう一つのアニメ制作部署である第3クリエイティブ本部に所属するアーティストも参加の形で行ったのは初の事例となる。メインコンセプトがキングレコード初演のアニメソングが集うイベントであることから上記に部署のみならず森口博子や音量座のように自社のアニメ関連以外のレーベルに所属しながらアニメソングを歌った経験があるアーティスト、さらに 奥井ま美などの過去のキングレコード所属アーティストも出演した。両日共通、50音順曲名の太字表記は、後日の特別番組、アニソン奇跡の夜で放送された楽曲。セットリスト2015年12月9日にブルーレイ、ディスク2枚組、または DVD3 枚組で映像ソフトとして発売された。6月21日開催分の公演前内容を、 MC も含め完全収録、映像特典として20日開催分のみ披露された、楽曲のライブ映像とバックステージの様子などを中心としたメイキング映像を収録、BD 版はスペシャルパッケージ仕様となっている。2016年2月にスター・チャイルド・レーベルと第3クリエイティブ本部が統合して発足した、キング・アミューズメント・クリエイティブ本部になってから、初めての開催となる合同ライブで、 前回と異なり、会場を日本武道館に移し、出演者を前回も出演した上坂すみれと小倉優衣、そして前回開催以後の2015年12月に所属したみなせいのりと同世代の若手女性声優3人に絞っている。この点では2015年9月に一度行われたストアチャイルドプレゼンツライブネクサスに近い形態となる。曲名の太字表記は口述の BS11 特別番組で放送された楽曲。セットリスト2017年8月23日に、ブルーレイディスクで映像ソフトとして発売。映像特典には、メイキング映像を収録。初回製造分のみ、味方せボックスのスペシャルパッケージ仕様となる。3回目の開催となる、キングスーパーライブで、2018年6月29日に、 開催が発表された。前回の2017トリニティから約1年半ぶり、大規模アニソンフェスとしては2015から約3年3ヶ月ぶりの開催となる。今回は日本での会場を東京ドームに移して1日開催になったほか、今回初めて台湾と上海の2カ所での海外公演を実施する。開催概要出演者セットリスト局名の ふと字表記は後日のワウワウ特別番組で放送された楽曲。セットリストテレビ放送2018年12月9日にワウワウライブで放送された。台湾公演の会場として使用された国立体育大学体育館。開催外用出演者セットリストセットリスト。上海公演の会場として使用されたメルセデス・ベンツ・アリーナ会開催外用出演者セット。 リスト曲名の太字表記は口述の NHK ワールド特別番組で放送された楽曲。車体表記は映像ソフトに収録された楽曲。セットリストテレビ放送を2018年12月16日に NHK ワールドジャパンにおいてエンターテイメント日本2018アニソンスーパーライブイン上海のタイトルで放送された。本ライブのほか2015年公演の ゲットアロングの一部、前日の10月13日に開催された、水木々のライブ、々水木ライブアイランド2018、上海公園から、嘆きの花も放送された。2019年3月13日にブルーレイディスクで、映像ソフトとして発売された。東京公園全編を収録、映像特典として、上海公園の一部と、東京、台湾、 上海公演のメイキング映像を収録。外箱付きトールケース仕様。2020年5月30日19時より、キングアミューズメントクリエイティブ公式 YouTube チャンネルにおいて、キングスーパーライブオンライン2020と題して、過去のライブ映像を用いて、セットリストを組み、ライブ配信する形でオンライン開催。今回は所属するアーティストだけでなく、 制作した作品も参加する形式をとる。セットリストこのほかエンディングにおいて、キング・スーパー・ライブ2015での、ゲット・アロングが BGM として用いられた。キング・レコードの演歌、歌謡曲系歌手によるライブイベントは、キング・オールスター歌謡パレードの名称で、山の楽器の主催、キング・レコードと文化放送の公演で開催されている。これは、 1> 第1回を開催した2012年に山野楽器が創業120周年、前年の2011年にキングレコードが創業80周年と合わせて200周年を迎えたことに由来し、以降5年周期で開催されている。また、キングレコードでアニメ系作品を扱うもう一つのレーベルであるエビルラインレコーズは、レーベル初のフェスイベント、エビルラインレコーズフィフスアニバーサリーフェス。 エビル、AA ライブ2019をパシフィコ、横浜国立大ホールで2019年7月15日に開催している。この記事は、以下のカテゴリでも参照できますキングスーパーライブ2015に関する、カテゴリアニソン奇跡の夜、キングスーパーライブ2015に関する、カテゴリキングスーパーライブ2017トリニティに関する、 カテゴリー、キングスーパーライブ2018に関するカテゴリー、ありがとうございます。